計画軍事ツッコミが。でも軍事の計画だよね。計画のない軍事はやばいでしょ。それはもう澤田さん、モンセギュールありがとうございました、はいはい、追加でもらったワードのやつが1万ワードぐらいあるんですね。追加でもらったワードのやつって設定集、あ、はいはい、あの歴史資料みたいな、そう、役者はいいと思うんですけど、いやー、どうだろうな、ちょっと重たくなっちゃうかもしれないから、うん、ちょっとページ数と一旦割り付けてみて、それであのページが余るようだったら追加してもって感じかな。そうなりますよね、うん、1万ワードだと多分7、80枚、もっと長いか時になっちゃいますもんね。だって1万ワードで 2.5 倍ぐらいだと、まあちょっとやっぱ70枚ぐらいかな、2倍ぐらいになっちゃうさね、ちょっとなーっていう感じですよね。でそれで元のやつの役は2回目のテストしてブラッシュアップ終わったので割り付けられます、うん、はい、それと、まあ、モンスギュール取り出ないの写真、あの絵がないから、つまり写真でも絵でもいいんだけど入れたらいいかなって気がします。取り出の、まああればね、あの三田さんのやつで、別に三田さんも使わなくていいんだけど、うん、ああいう感じの、はいはい、まあ、漫画っぽい絵だから合わないというのと、あとはイタリア語版の写真は、ええ、絵はやっぱ画力ちょっと落ちる気がするんですが、うんうん、2つ乗っければいい気がしますけどね。あのキャラクターの絵がイタリア語版のもらっていて、ええ、追加のやつもあるんですけど、あの、まあ、やっぱ若干画力が落ちる気がする。これありますよ、ここに。あ、いや、見ましたよ、全部、まあまあ、まあ、テイストがちょっと変わっちゃうなっていうのはありますよね。ただ、さ、うん、あの、まあどっちでもいいんですけど、うん、これね、こういうのを入れるかと、はいはい、こういうのと、どっちがいいかっていうのは別に両方でマッチ、どっちかでもいいんだけど、あの、どうなんだろうってことで、もうキャラのイラストは元のやつの方がいいかなというふうに。あの、あの場面の挿絵のやつは使ってもいいと思うんですけど、場面の挿絵はあのなんか馬が歩いてるやつを何が使ってもいいなと思うんですけど、要はキャラの相関図あるでしょ、ええ、あれが新しいイタリア語版の挿絵だとない。あ、はいはい、体型に使ったやつもないな、うん、まあ割り付けなきゃ、新しく作んなきゃいけない。いやー、まあそもそもね、キャラのやつは全般的に元のやつでいこうかなと思うんですけど、それがいいと思うんですけど、挿絵のやつはだからそれでよければもう役は完全に上がってるので、元のやつは、あとはあの2回目テストやったの結果をこうプレイガイドとして後書き的につけるっていうのでよければする、うん、例えば高橋さんからセッションログみたいなのをつけたらジャーナリングっぽくなくていいんじゃないかな。ページ数次第ですね、何せよ。なるべく単価を下げなきゃいけないんで。2500円、3000円は切りたい、なるべく、はい、で、コストがかなりかかる仕様なんで、真面目にやると。どこがかかる？いやいや、カード用意しなきゃいけないし。あ、そういうことですね、うん、カード80枚あるんですよ、あのゲーム。エクスパンション入れて80枚、エクスパンション入れて80を、まあ勝負数は結構やっぱり厳しいんで、他のものはなるべく削らないといけない。あの、まあ、とりあえず役はもう直してあるので、はい、あとは空き割り付けあればそこに働き的なものを書いてない。ちょっとあの1点だけあの、変えたいところがあって、あの君たちとは君をできればあなたに変えたいんですけど、あ、多分字の文を、ええ君にしていて、ええ、カードとかはあなたにしたいなと思う。あなたっていうのをね入れてるんですよ。別にそれは変えてもいいんですが、まあ、元の原文の部分のコードがふにゃふにゃなので、あの辺はなんか全面的に手を入れたい。それは一応澤田さんのサマリーつければいい気がしますね、うん、いやなんかね読みづらいんですよね。でもあれ別に普通に訳しただけです、うん、からなんかまあその辺はもうあの同じルール構造である前提でいろいろといじってしまいたいなと。まあそれはいいんですけど、君をあなたに変えるのは全然困るんです。私お願いしますから任せてあの約束しますとか。いやいやいや、いますか。あのあとはそんなのかな。
とりあえずまあいただいてから、まあ、果たして割り付けた上でその辺の修正は後で、やろうかな。あとは何だっけ、調整ぶりが水さん、あ、水さんよろしければ。すごい。おえー、あ、すごい。面白いですけど、どうします。おお、始まってきます。じゃあこれはすごい。次っていう大変ですね。いや、早川処方が。あの私が上げたアンケートをなぜか解約して載っけてたまあまあロバート・アーボット、アボット、ロバート・アーボットって間違ってますなぜなぜカメラねカメラなんだっけ、あのカメラプリントじゃなくてそのままそのまま流すってやったりじゃないですか、はいはいはい、あれは、うん、論文とかだね。そう、なぜできないのそれがなんか手書きで構成したんですよ、すごい、そうすげえな、いやすごいでしょこれ、すごい知ってるゲームがほとんどない、ほとんどないあでもサーティワンとかだったよ、そうなんだ、サーティワンってこの頃があるんだ、サーティワンスクネはやったよ、あでも19世紀までサーティワンってだからめちゃくちゃ古いゲーム、ポップもやったよ、ポップはやがりました、ポップはポップもわかる、表現式なこれウィークもやったな、結構遊べるんですか読むと、まあ、あのサティワとか遊べるゲームもありますけど、ただその初期のギャンブルゲームなんかやってもしゃあないやろ、まあ、そのとおり、初期のギャンブルゲーム、あとモンスターゲームと同じルールの後続作を見つけました、トラッポのやつ、ね、あれ可能性あるから、あると思ったらあるんですよ、あの、ね、14世紀のストフカハラ、あの黒死病が蔓延してるところで魔女だと自白した人をリンデスファン島まで隔離していくっていう話、ウィッチっていうゲームがあって、これいいな、これが6月に本で、なんか簡単には持っててください、システムはほぼ同じ、またキャラの部分はもちろん設定されてる、キャラクターの3つの質問を埋めてくれないし、今あれですよ、あのアボットのゲームに1個ずつ、面白い、面白い、うん、この間バブルやったけど、評価良かった、本願寺テーマでできます、本願寺、本願寺、今度行こうか、ああ、はいはい、いや、あの、2回目やったら順境は多かった、うん、ああ、まあ、本当は本来そうなんじゃない展開だとね、順境もなんかみんな逃げるんだろう、順境もないもん、みんな廃墟者じゃん、みんな本当に真面目に信じてないでしょいやまあ元々でもそうなんですよ、割に、いや元々は結構順調なんじゃないですか、ね、いや元々はもう桁違いに順調、あそうなんですね、うん、自分だけのボードゲームを作ろうっていう、さあ作りましょう、どうぞご覧ください、あれレジュメは、まあ、結論を言っちゃうと、あの大した本じゃない、いやいや大した本じゃないんだけれども、うん、こういう本が出ることの意味は大きいような気がします、なんでこんな本出たんですか、これね、あの草尾さんにこの間やった話したんだけど、ちょっと検索したんですけど、ただこの金井哲夫さん翻訳書も、これ後書きにも書いてある、これ安田仁先生に見たら書いてあるでしょ、うん、書いてあるんですけど、もともとログインです、ログインの人なんだ、もともとログインで、でこれ出てるように83年11月にあの伝説的ノロプロダクションがあるじゃないですか、はい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 、多分あれに関わってる、おお、そんな古い人なんだ、うん、あれそれ安田さんがなんか名前も言ってなかったっけ、これで安田仁さんに未踏の炎ってのはちょっと出てくるんですけど、出てくるね、最後にログインのやつは国家図書館にあるから見れますよ、そうですね、そうあれ今普通にフル本で買うと1万超えるっていう、ああ困った方なんです、伊丹さんあれ読みました、あごめんなさい、今あのスキャンしてるんで、スキャン終わったらお返しで、あのでそこでなんかボードゲームの話で、83年になんかそういうボードゲームとビデオゲームを組み合わせたゲームをやったとか、そういう話ができて、でそこからとなんかなんだろう、週刊スキーとかに書いたんですけど、あのなんでこれが出たかっていうと、このオライリージャパンがメイクシリーズってのをやってるんです、やってますね、ね、これあのメーカーフェア、うん、結構いい本多いですよ、そうそうそう、メーカーフェアで、あの2000、まあ、日本だと2010年代くらいから電子工作でいろいろ作ろうねって DIY 運動をアメリカから輸入したっていう、でそれを日本で主催してるのはオライリーなんですよ、オライリージャパンが、あ、そうなの、そうなの、これも知らなかった、うん、向こうは違うんだけど、確かになんかメイクの本いっぱい出してるなと思ったそうそうそうでだから主催してるからメイクっていう、そういう自分でいろいろ作ろうねっていうシリーズを出していて、うん、
で、そのメイクシリーズはアメリカのオライリー出してる本以外にもなんかこういう思想に合った本を翻訳出版してるらしいんですね。で、多分その一環なんで、だからこれもともとオライリーの本じゃない。あ、そうなの。そうです。そうなんだ。そうなの。へえ。結構メイクシリーズ結構違います。そうそう、メイクシリーズって普通はあの電子工作とかの本と、あとなんか段ボールで作ろうのみたいなと、あと料理、料理、うん、すごいいい本。そう、なんか料理急にあるんですよ。クッキングホビーですのあるんだ。そんなのが結構一緒なんですけど、はい、一応なんでそういう方から出てきた本なので、いわゆるボードゲームのなんていうか我々マニアの世界から出てきた本ではないわけで、逆を言えば我々のそれからしかこの本評価できないわけです。そういうこと。対象者ではないわけです。いや、私も全く草場さんと同じ感想ですね。ただまあ。はい、いやだから我々が評価しちゃいけないのかもしれない。そう、そういうことなんですよ。難しいのは歴史事実とかが、おかしいところがあって、そうそう、用語定義とかが、用語定義というか、バックギャモンのところとかの説明が、バックギャモンの説明本当におかしい、全くわからないっていう、あれは多分原文じゃなくて翻訳だなと。ブロットがコマでしか書いてあるから、そうですね、ブロットがコマとして捉えられてるのおかしいよねとか、うん、いや、あとカードの原型が紀元前1000年、とかって書いてある、うんカートみたいな、ね、めちゃくちゃですよ、ね、紙がないのに。いや、パピルスがギリパピルスでカードゲームできるからな。パイにしてもパイプレイングカードって書いてない可能性があって、カードらしきものがあったのかみたいな。いわゆる用紙ですよね、中国、ね、あれが一番古いって言われてるけど、こんなに古くないだろうって思うというふうに怪しいと思います。いろいろ怪しい。いよいよ怪しい。はい、まあだからその辺をつくとね、あの全然読めなくなってしまうので、まああんまりそういうところには触れないで話をします。はい。自分だけのボードゲームを作ろうということで、ゲームのメカニクスを紹介し、サンプルゲームを付録し、君もボードゲームを作ろうと呼びかける本。想定は鮮やかな赤をバックにですね、魔法使いの初学者が魔法の本を読んでるような、表紙見てくださいね。やんな楽しげな絵であると。なかなかいいんじゃないですか、これはね。想定から語る商標って大体過去と語ることがない。いや、どうなんでしょう。草間さんはそういうスタイルですか。はいはい。でね、な絵であると。で、私は子供の頃よく見かけた私自身の感想ですが、最近はあんまりないんですけど、私が子供の頃はよくね、いや、石森章太郎のやつとか、そうそうそう、漫画家入門とかね、漫画の描き方とかね、まあ、石森章太郎よりも前からもうずっとあるわけで、ありますね、ありますよね。最近あんまり見ないね。戦前からありますよ。あるじゃないですか、ね、あるか。最近は、ちょっとね、ただまあ大家が書くみたいな感じではなくなってるかもしれない、デザイン系の本の一つみたいので出てくる。そうそうね。でもなんかそれこそストーリーだったらなんかハリウッドうんちゃら、まだ脚本のうんちゃらみたいな細分化されてる感じありますね。なるほどね。まあ物語、まあそういう意味、まあね、だから、あんまり突っ込むタイプなんですけども、そういう漫画家入門とか漫画の書き方といったような本をまあ連想したということです。で、構成はですね、まあ、3章仕立てで、第1章はゲームは何でできているか、第2章はゲームのメカニスク、これが、まあ中心というかね、内容の主なところですね。で、第3章にゲームを作ろうということでですね、サンプルゲームが付けてあります。で、第1章は、まあ、ゲームはコンポーネントとルールとプレイヤーでできていると、大変もっともなことが書いてあります、コンポーネントをダイス、カード、ゲームピース、コマですね、ボード、タイル、通貨、資源、ツール、タイマー、トークン、プロップに分類していると。プロップとツールはどう違うのかとかね、プロップって言い出してしまったらなんか何でも入るんですよ、ね、何でも入る、これ装飾というか、まあだからフィギュアとか、お城だとか山だとか、そういうこと言ってんだけど、あれですね、面白いのはこのゲームピース、これゲームピースってね、自分なんですよね。そう、これ自分なんですよ。で、自分の駒があってそれを動かすみたいなゲームピースなんですよ、アバターみたいな感じ。そうそう、なんかね、この使い方面白いな、まあと分類してると。で、確かに漫画の描き方ならぬゲームの作り方にはそれらしいかなという気がしますね。こういうものでできてますよみたいなことを書いてる。だからゲームができるかっていうとちょっと違うんじゃないかとは思うんだけれども、まあ
あの漫画の書き方もね、あのこんなペンがあるよとか神谷健としがいいよみたいな話が出てくるわけなので、そこはそんなでもないのよみたいな感じがある。でもそうでしたよね、なんか漫画の書き方で、あのその健都氏と上質氏とかなんかカラスペン G ペンについてなんかやたらと詳しく書かれてるみたいな。スクリーントーンね、あそうスクリーントーンです。スクリーントーンはでも後ですよ。でもこれを要はこれを見て、あ漫画の書き方の本からはプロの漫画が結構出てるわけですけど、そうそうそう、それは後でちょっと触れますけどね。これから出るのかっていうと、いや問題は微妙だと思う。ね、まあ微妙かどうかそんな未来のことは分かんないですよ。でね、第2章は同様にルールをメカニクスに分解し、こんなのもあるあんなのもあると、紹介する形になってる。だからまあ、あの例の小野さんの訳したゲームメカニクス大全の、まあ、子供版というかね、そういう雰囲気です、ね。でまあ完結が、あの逆にあのなんていうか解説か説明は簡潔だからね、これの方がかえって読みやすいかなって見たらいいでしょ。いやでもこれ子供が読むにはしんどくないですか。うん、まあどうなんでしょうね、もう中学生ぐらいの読みにはいいぐらい。だから我々記憶をなくせないじゃない、うんうん、もう読んで分かっちゃうから、分かんないよね、どういう印象を抱くか。だから私はね、実際に子供に読んでもらったり、あるいはそのね、井上さんとかあの拓磨さんみたいに実際に自分でゲームを作ってる人がね、これ読んでどう思うかっていうのをちょっと聞きたい感じです、うん、ですね。いや、だから私が読んでもねしょうがないようなとか。前にほらあのなんだっけ、人工知能の本とか、うんうん、あとチクマクリマーでしたっけあれって、うん、の本とか読んだ時にちょっとそのなんていうか、どういったらいいかな、なんか高校生ならもうちょっとレベルがみたいな話をした時には、うん、お母さん、いや最近の高校生だったらこれは結構難しい方だみたいな話が、そういう時期のちょっとあったじゃないですか、うん、あれでしょ、 AI のやつでしょ、 AI のやつでしょ、はい、でまあなんかその議論を増えしたら、これは高校生にもきついかもしれないぐらいじゃないですか。高校生きついですか、さすがに。まあ、いや高校生はあの趣味の本っていうのはそういうのを乗り越えるところがあるんですよ。まあまあまあ、私もね、うん、その一般的にこれを例えばあの私の大学の授業で使うっていうのはありだと思うんですよ、うんうん、高校だと多分無理で、なるほど、授業でやる分には無理っていうか、うん、あのいやボードゲームをそれなりにやったことある子が知識を整理する上では、うん、して体系的に理解する上ではいいだろうなと、うん、例えば特定のゲームのジャンルを作ってみようとして、これを手がかりにしても作れない、うん、作れないんですよ、うん、そうそうそう、無理、もうバラバラしすぎてて、うん、無理というか解説しかないので、うん、もちろん。だから例えばなんだろう、中学校の音楽の教科書をやって、例えばギターのコンサートとか出れるのかっていうと出れないわけです、ね、うん、そうそう、うん、それはもう、こうすごい創価的で浅いから、まあでもそれはこういう入門書的なものは必然的にそうなるもんじゃないですかね、まあ、だから作ろうって言っても作れないよって話、まあ、ワークショップ形式じゃないですもんね、まあ、ワークショップ形式、他のだとワークショップ形式もありますよね。だからこれ RPG の項目があったら、ね、これはちょっと嫌いなゲームの、その RPG の項目はちょっとひどいですね。これ RPG の項目があるけど、これ全くダメで、うん、本当にこれ作れない、うん、いやでしょうね、ここは。私やってみてない、なんで RPG 入れたのかわからない、そうか、私は RPG いらない、切ればいい、いらない、本当に教えならジャンルを絞ってワークショップ形式みたいにしてやってくれないんだけど、これはだから作ろうじゃないんですね、ボードゲームの概説書なんです。そうなんだね、うん、それはその通り、うん、だから作ろうと言ってる割には、これを読んで作れるようになるかっていうと、そうは思えない、うん、それは最後にこれを改造していけばいいって話でしょ。そうそう、あれは、うん、だから最後にボードゲームを改造するみたいのはみんなやってるわけですよね、うん、今のゲームデザイナーは僕だってやったし、それはやるわけで、そういう意味ではまあないよりはいいんだけど、だからどっちかというとゲームライターになりたい人が、なりたい人というかゲームライターを一つボードゲームブームとかで書かなきゃいけない人は、これやっぱりこれぐらい読んでおいてほしいみたいな感じだよね。まあね、うん、これ読んでゲームライターになるかっていうと、それも違うとは思うけどね。だから全く知識ない人がなんかネットで引きながら書くよりはまあいいだろうな、まあね、うん、しかし、まあ、RPG ライターはともかくボードゲームライターなんて職業は世の中に存在するんですか。知らないけど、RPG ライターも記事がある以上、まあ、あのそれ一本では無理でしょうけど、ボードゲームやっぱ雑誌文化とか出版文化が消滅してるから厳しいところ、うん、まあ、消滅した後のものですからね、まあ、シミュレーションゲーム全盛期が一応あったわけで、あ、そうかそうか、シミュレーションゲームの時があったか、うん、まあとにかく続けますと、うん、しかし全てのメカニクスを網羅することなどはとてもできないし、
ゲームはメカニスクの足し算でできているわけでもないので、まあ、大変違和感を覚えないではないということですね。でこれはゲームメカニクス大全でも感じたことであり、そもそもあのメカニクスの分類そのものがね、あの同じ軸で分類してるわけじゃないんですよね。だから何でもいいんだけど、あのトリックテイキングとロンデルを同じ材料でね分類されても、はいね、はい、なんか違うっていうか、はい、そもそもメカニクスっていうのはそういうような分類になじむのかなっていう気もちょっとするぐらいなので、これを分類するってことは何用ですかっていうところをまあはっきりさせなきゃいけないわけですよ、はい、だからそういう軸がね取れないので、まあ、よく言われてるワーカープレスメントだとかそういう用語をただ並べて解説したみたいなところはちょっとあります、ね、だから、まあ、ゲームメカニック大全の場合は、まあ、しゃあないところは多分にあって、ああ、ね、まあ、あれはとりあえず1回やってみましたっていう方なんで、まあ、そうだね、それはいいと思うし、だからあれですよ、あの、時々ここでも例に出す、あのだっけ、マレー、マレーの、あのなんかマレーだっけ、ベルだっけ、あの最後にマンカラが出てくるやつ、うん、あれはしゃあない、だからあれと同じレベルでのしゃあないなんですけど、メカニック大全のは、はい、これはやつは目的がなきゃいけない本だから、メカニクス対応は、はい、だってあれ、まあ、分類が目的なのでそうそういいんですけど、辞書的ではないよね、辞書には慣れてないし、うん、ハウトゥー本にも慣れてないし、うん、ハウトゥー本ではないよねって、うん、ただボードゲーム全然知らない人がちょっとやったことがあるぐらいだったらどういうシステムがあるんだろうっていうのを手短に語るじゃないかと掴めばいいというんだけど、こういう概念的な触れ方をするのだろうか、それよりは具体的なゲーム出てこないから、ね、具体的なゲーム見た方が楽しいんじゃないかって気がする。具体的なゲーム出てこないんちゃう、違うでしょうね、分かんない。あとやっぱり内容もちょっとこれはなみたいなのがランダム化はちょっとひどかったですけど、はい、ランダム化とね、あとどこだったかな、まあ、ロープナーあたり、うん、こういう時にドクターさんがどう読んだかを聞きたい感じがするけど、うん、読んでないのかな。いや全然あのお渡ししてなんかどっか別の後々にでも機会を設けてっていっぱいいっぱい来た、何冊でも出ていただいてあんまり読まないと思うんで、一、はい、回読んだらもういいかなっていう、みんな広いな、みんなこう愛がないいやそこまで悪くないと思うんだけど、草坂用語で悪くない、それでね、まあ、擁護するってよっぽど、いや、そういうわけじゃないんだけど、まあ、どうしてもね、あの分類というのはそういうところはあるんだけれども、逆にですね、概念というのは、まあ、名付けられることでね、あの名付けて初めて存在する、意識されてなかったものに名前をつけることで存在するというところがあるから、うん、これいうのは、これこれはこういうシステムで、メカニクスだよって言われると、ああ、そうなのねみたいには。なるかなという気はちょっとしますね。で、例えばですね、なんか一例、いくつか例があったんだけど、ちゃんとメモしなかったんで、あんまりいい例になってないかもしれないけども、まあこのゲームメカニクスをメカニズムをダニエルズはメカニクスと捉えて、こういう側に呼んでるっていう、まあ、定義付けみたいなの、これはちょっと面白いです。でダニエルズ自身が、そう言ってるのか、それともアメリカで一般的なあのシステム名なのか、ちょっとその辺はよく分かんないんですけども、あの問題なのはそれを日本語に訳すときにね、あの、まあ、どういう訳を当てるかっていうことで、これはあのゲームメカニクス大全でもあの若干問題になったんですけど、もっとこれはね、あのいい加減と言っちゃ悪いんだけど、その金井さんがそもそもあのゲーマーというよりは、まあ、昔ゲームやった人だから、というかパターンとかを、ね、家族でやってたりするわけですから、ゲームに役者の人、役者、はいはい、だからあのボードゲーマーではないんですよ、ボードゲーマーではだってこの人ウルティマの解説本とかいろいろ書いてる、いやそれは私は知らんウルティマ9まで書いてるんですよ、いやそれはウルティマ9までですよ、それが偉いのかどうか私にはよく分からんのだが、ゲームはする人ですよ、でもゲーマーではない、でそれは否定的に捉えるべきかどうかちょっと私にはよくわからないですけど、ボードゲーマーではないってだけで、まあ、そうそうボードゲーマーではない、うん、で原理主義なんだから、例えばですね、一例を挙げるとですね、カタンの最初の駒の配置のように順番が行ったり来たりするルールを皆さん何て呼んでますかね、カタンって最初あのスタートプレーから始めて置いていって、今度はラストから1、2、3、4、3、2、1ってやつですね、そうそうそう、行って帰ってくるようなやり方、なんか折り返し式、カタン方式って言っちゃうか、うん、折り返しですね、だから、なんて呼んでいたかというと、まあ、カタン方式ですかねということですが、私は個人的にこれ、牛行式って呼んでたんです、うん、牛行式っていうのは、
牛が田んぼを耕畑を耕すときに行って、ええ、こっちにワープするわけいかないので、ね、こう行って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 って耕す、はい、これは言語学で出てきますね、言語式あ、はいはいはい、言語学で、あ、だから左読みの次が右読みで、あの言語学とかで、言語学ある言語で、あ、そうそうそう、左から読むと思ったら右から読む、言語学の用語です、うん、その通り、あのだから古代エジプトなんかで出てくるんですね、あのぐるぐる回って中心に行くようなのもあるし、それも有効式って言うんですけど、あの本来はこう右行ったり左行ったりするこういうようなやつを有効式って言うんですね。で私は有効式って呼んでたんですけど、で呼んでるかけど、この本ではそれをですね、なんだ、サーペンタイン、これってどういう意味なんですか。ヘビ、あ、ヘビ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 式なんですよ、ヘビ式、あのこれの意味か。それでね、あのサーペンタインっていう言い方はだから使えるかもしれないと思うんですね。だからあの肩の駒をサーペンタインで置いてくださいみたいなね、言い方が、もし非難合法だと思うよ。そうかね、わけわかんねえぞって言われる。まあね、でも用語なんて最初はそう思うんですよ、最初はそうです。だからそういうようなことでね、あのこの本の中に出てくる用語が、あの用語なり翻訳が、あのゲーマーとしては非常に妥当性を欠いているように感じるんだけども、あの定義っていうのはね、与えるとまあそういうもんかって意識するもんだから、あのそういう何とかな、ひな形になる可能性もないわけではないかなと思いました。だから、そして読んでたらね、有効式って言葉が出てくるんですね、ちゃんとね。それでそれをね、ブーストトロフィードニックって言うんだって。初めて知りました、これを。だから勉強になりました。でこの本ではサーペンタインって蛇の絵までご丁寧に書いてありましたねと言った。で今後この用語は定着するのだろうか、まあしないんじゃないかと思いますが、あの使ってみようかなと私は思ってるんですけどね。役者は肩などはその一般的な人ではあるが、ゲーマーとまでは言えない人のようである。するとその訳語がゲーマー界隈の人にどのように思われるかというのは興味深い。今すぐ反応を得ましたから分かりました、はい、はい。で第3章はカードゲーム、ダイスゲーム、ボードゲーム、ロールプレインゲームのサンプルミニゲームがついてる。まあ一応ルールは読んだんですけども、あの、1個もやってません。でじゃあ試してみるかなとは思っています、うん。でこのダニエルズっていう人の代表作としてハイバーネーションっていうのが出てくるんだけど、いやこれはね、またギークで見るとレーティングが14人しかいないので、まあもう本当にその存在するかしないかくらいの、一応売ってますね、でもサイトで。うん、まあ、あのインディーゲームですね、完全インディーですね、うん。だからハイバネーションというのがゲームを今まで聞いたこともないわけだったので、なくて全然問題ない。作者がデザイナーとしてどの程度の人物か全くわからないわけですね、うん、私にとって。どういう立場の人だって関心にはなりますね。そうなんですよ、うん。だからこれらのゲームをやってみれば、このサンプルゲームやってみれば冊子はつく。なんか今ロールペングゲームをみそくそに言われたので、なんかやる気がないってなんですけども、いや、ルールの元版が多分ね、地元版やってないんだと思うんですよね。そことの繋がり方がこれじゃ作れないよって、うん、まあ作れないですね。これウォーゲームがロープレの一部みたいなこと書いてますよね。なかなかすげえなと思いました。いや、いろんなところでね、さっきの一番大のあのバックヤムの説明、なんじゃこりゃみたいな。あれさすがにね、あれは役に間違ってんじゃないかな。ブロットがここまであるはないでしょ。さすがにね、アメリカの人がね、バックヤムは書かねえだろうとは思うんだけどね。だからその金井さんという人がバックヤムを知らないんだろうなと。あ、それは思いました、ね、うん。はい。で、だがまあ一応そのサンプルゲームやってると、いくらか察しがつくであろうと。で最も良いゲームかどうかというよりは、良い教材かどうかという視点で評価すべきではあろうけれど、で今回は時間がなくてね、今日までやってみていないんですが、これをやってみて初めて、まあ、読んだと言えるのかもしれないので、まあやってみようと思ってます。いいじゃないでしょう。またうちの奥さんに怒られちゃうけど、2人でできるようですから、本当の方向がその後とするべきかもしれない。まあそれはまた宿題ということ。これでもあのここの 2個目まではいいんですけど、このケロケロまでは、うん、こっから結構長いんですよね。ああ、こっちのこのロボットの方が、うん、まあルール読んだけど分かりました。でこのルール読んで分かりました。これ明らかそうそう、分かんない。これね、俺原文見ました。これ明らかに誤訳があってね、この3個目はちょっと無理です、普通に読んだけど。
まあ、推測すればできるんだけど、あそれはいい、要は何かを置くことで何か何ができますっていうのが何と何ができますになっちゃってたりするから、あオアがあるんだ、そうそうそう、あこれは無理だわと、あ、うん、でも1個しかゲームないじゃないですか、 BGG に登録されてる、そうよしかもそれがレーティング14人だから、現状の方が評価は高いんですか、評価そもそもね、そもそも高い低いではなくないですね、これは評価が、ゲームマーケットで売ってるよとか、そうそう、それぐらいの感じで、ゲーム制作ノウハウ本みたいな感じじゃないですか、それぐらいの感じで、この本もそんなになんか世評がアベニカで高くてうんぬんとかじゃなく、個人的に見つけて引っ張ってきたんじゃないかなっていう感じがしますね、本当小さなところから出したと思ったし、うん、まあでも確かにこういう本もしかしたらそんなにないのかもしれない、かもしれないね、こういう分厚い本は知ってますけど、うん、本当にいやいや逆に言うとね、よく出したなっていう気がするんで、そうですよね、これ何で出版したか経緯書いてました、いや、いろいろ後書き読むと面白い、後書きは面白い、後書きが一番面白い安田さんが出てくると思わなかった一応これ作って、一冊じゃちょっと拝借していいですか、これでデジタルゲームを作ろうだったらちょっと確かに違和感がある、あこれを読んでじゃあゲームデザイナーになりたいかっていうとちょっとなんかいやいやでも私子供じゃないから分かんないんだよね、そうそうなんですよ、デジタルゲームはプログラミングできないといけないじゃない、そうですね、でも今ユニティ以外でできる、ユニティで組み合わせればできる、ユニティはどうですか、いやあのさすがに、はい、C シャープで、うん、いやまあほらロブロックスとかさ、いやでもさすがに C シャープないと無理ですよあれ、あでもなんかあのノーコードのツールってユニティは無理だけど、なんかそういう教育用のやつでありましたよね、なんかそのやつだっけ、ゲームメーカーとか、いやゲームメーカーはでも結局コードがいるのでは、あれは、うん、いやちょっとしたものだったらいらない、いらない、ね、でもでも、でもコードメーカーあるからあんたホットラインマイアミ作りなさいよって言われてそれはそうですけどそれはそうですよ、なんか漠然としてます、漠然というか すごい散らばってる、すごいそうですね、このホベルズ&ヒカラーズっていうのはコスティキアンのあれのパブリじゃないですか、ディステストじゃなくてディストラップじゃなくて、いやダンジョン&ドラゴンの文字だと言ってる、いやそれはタイトルはそうであって、うん、タイトルあれ中身は全然、中身は知らない、 D20 使うことしか共通点ない、この D20 はあれでしょう、あこの D20 はラウンドじゃないか、その前のゲームは D20 使って何使うかと思ったらラウンドを示すだけだったんですいらんやいらんだってラウンド示すだったら D20 は転がりやすいから不利ですよ。ああ、そうあんまり向かないよ、ね。向かないです。あの2番目までのゲームはね、まあまあやっていいかなって感じがします。あのダンジョンで、ケロまでは。なんだっけ、コスティキアのダンジョンゲームのパクリじゃないかと一瞬今ざっと見たら思ったけど、なんだっけな。これ見たら別にそういうゲームじゃないからだろうけど、別にオリジナリティ云々のゲームではないので。まあね。うん。まあ。それはしゃあない。それはしゃあない、ね。むしろ改造できないゲーム。まあデスメイズ、デスメイズ。あれそうでしょう、うん。デスメイズって役あったけど。まあ私にとって新しい知見はですね、まあ用語はともかくとしてあまりなかったけれども、それはこの本の性格上ある意味当然のことであろうと。しかしこんな本が例えば学校の図書館にあって子供が手に取ったら。楽しいんじゃないかとは思います、うん、あの本当に撮るようなことがあったらね、まあ、図書館に行けたら嬉しくなる、そういうのじゃいいですよね、まあ、なんか広島その子はゲームデザインを志すだろうか、まあ、よくわかんないですけどね、それで思い出すのはかなり有名な漫画家が漫画家を志した動機の一つに子どもの頃を読んだ石森章太郎の漫画家入門を挙げていたことを、まあ、思い出したわけですね、まあ私には評価できなかったんですが、将来この本を読んで高名なデザインになったデザイナーになった少年が現れないとも限らないと、でまあ真の評価はその時に定まるかもしれないと、だから分からない、私にはあまり評価できなかったが、はい、まあ私は子供でないのでどう感じるんでしょうね、必要なのは猿でも分かる漫画教室みたいなやつですよ、猿マンみたいな、猿、うん、マンって猿マンゲームでやったら絶対誰も全く売れないですよ、ボードゲームを作ってみんなおかしくなっちゃうどんだけ簡単なことやってんだったらいいよね、そうです、なんかじゃあせいぜい入門ってつけるか、あーボードゲームって何くらいの、ね、うん、いやだからねこのような本が出せるっていうのはすごいな、よく出ますね、確かに出ました、なんか成功してるかとかが別としてですね、うん、それだけボードゲームというものの認知が少しは高まってるのかなというふうには思いました、そうじゃなきゃ出ませんよね、まあねびっくりですよね、以上でございます、ありがとうございます、だからやっぱり作れないことは問題ないかと思いますね、まあそうですよね、タイトルのでもタイトルがミスリードっていうだけに過ぎないんだったら、うん、
でも極力でもやっぱりつったら、まあ最初改造しかないじゃないですか、最初の試作品って、うん、でそうしたらなんかだって目的がないといけないじゃない、こういうものが作りたいって目的がないと、はい、どう変えたいんですかみたいな話を、はい、そうですね、まあ、まあ改造にしても一から作るんだったらなおさら、いやなおさらそうですね、だから、どういうものにしたいですかっていう、はい、まあ、だから誰にまあ何をしたいかですよね、その意味で、ね、学ぶと真似をするとこからスタートしなきゃいけないんだけど、うん、基本クリエーションっていうのはすごいやり尽くして、じゃあ自分が作りたくなってっていうやつじゃないですか、うん、これはでもそうじゃない話、うん、まあ、だから、うん、新しいのがこので改造は多分できないんですね、まあできないですね、うん、これだけやってる、うんうん、まあ、改造あんま触れてないですよ、これだけや、うん、まあそうですね、はい、いやそれはあのデザインをさせてるので、はい、多分無理なの、うん、あれ何でしたっけ、なんかワークショップ形式でレンズ本じゃないか、レンズ本じゃない、あれあの中ヒット、ああそうです、中ヒット、あれ一番あの嫌いなゲームを上げてから始まるやつ、そうそうそう、あれですね、中ヒットは非常に作れると思うけど、あれは作れると思いますけど、本当に翻訳をなんとかしてほしい、すごいいい本なのになんか、うん、はい、友人と楽しむっていう前提だから、企業のメーカーになりたいかどうかっていう、企業のメーカー、いや、あの企業じゃなくても作れない、これ無理ですみたいな、だからあのそこら辺が中途半端で、うん、子供なんか絵があって楽しいなぐらいの、うん、まあね、絵はあって楽しいですよ、うん、なんか絵があって楽しくなった分、なんかいろいろ抜けたあのボードゲーム大全な気はちょっとしてます、うん、まあ、そうなんだけど、じゃあそういうところが きちんと丁寧に描けた本を読んでゲームデザインになるかっていうと、それはまた別の話、子供の心理はよくわからないので、まあそうなんですよね、うん、いやでも子供っつってもそれなりにやっぱり高い年齢の人でしょ、これを読むのは、やっぱりそうですね、まあ、でも文字読めない人結構いますから、いやってこれは振り仮名とかないわけですよ、そうね、まあ、正直いや少しでも中学生では無理でしょ、うん、普通に考えて、まあ読みつかないけど、いや読める人はいますよ、もちろん読める人はいますけど、そのいや中学生向けっつってこれを出したらちょっとやっぱりどうかいみたいな話になるじゃないですか、っていう言い方だよね、中学生はまあ無理、うん、まあ、高校生も無理だと思うけど、うん、僕もちょっときついと思いますけど、でもまあ手としてはいける、興味あったらできるだろうけど、うん、そうそうそう、うん、高校生もすごいガラつきあるから、ね、ありますからね、うん、まあ以上でございます、はい、いやでもベーマが読んで打ち込むよりは楽でしょ、いやベーマはまああれはでも単に打ち込むのがしんどくて間違えるというだけですから、別に何も難しいことを要求してるわけではない、そうそうかなああいうのは割と大事で、面倒くさい作業をあえてやりながら覚えるみたいなのは、ベーマはもうベーシックで書いてくれりゃいいんだけど、なんかもう途中からなんかもう全部アセンブラーで、なんかもう名目だけベーシックみたいなので、そもそもあれ5色あったら終わりだよね、すごい話、昔の大学生と今の大学生違うってありますけどね、いやまあだって大学 その進学率も全然違うだろうし、そう、例えば人口が違いますよね、今イタルさんに貸してるこう遊撃手って最初期のこうコンピューターゲーム雑誌だと、コウェイのダンジョンって RPG があって、それのが紙面でクソみそにぶったたかれたらデザイナーが反論してきて、俺はコウェイのバイトの大学生なんだよ、バイトなのにデザインしてんだよみたいな、そう、最初は全部大学生とかだったんですね、っていうところが、まあみんな大学生ではないにしても大学生と似たような年齢じゃないですか、当時のゲームの内容なんで、なかなかこいつらが高校生だもんね、うん、そうですね、大学生ですらない、ね、でもこれだから結局これ買う人は自分でボードゲームやってると思うんで、うん、だから大丈夫じゃないですか、そういうふうに私も思うんだよねまあまあいいですけど、ね、だから難しいって言ったってあの読んで本当に作りたいと思う人は一生懸命読むんじゃないの、うん、本当にその人に資するかどうかはちょっと怪しいところあるんだけど、読んでパワーアップするかっていうと多分作れなくて、うん、作れなくていいかあると思うけどこれはだけだけ作るのは大体本読んで作ろうとは勉強した感を出すために読む本みたいな、うん、まあ、で多分なんか体系的じゃなくて多分ところどころに役に立つような知識は入ると思うので、そうね、それでいいのではという感じで、まあ、それに2600円払うかっていう、まあ図書館で借りて、そうそう、図書館で借りて買えというつもりはそもそも学生にはないです
はい、じゃあそんなところでございます。ひどいオチだ。